どうも、タケトでーす。今日は岩谷のカセットガスストーブ、これがどのぐらい使えるかレビューしましょう。よくね、あのテントとかでね、使えるストーブって言って今流行ってますから、ちょっとこっち来てください。準備したんで、これね、岩谷のカセットガスストーブデカダンっていうで、これだったら電池も電源コードも使わないからキャンプにぴったりでしょ。いいね。で、持ち運びもできるからいいでしょ。いいね。だから今からね、小屋の内装工事するときに、今寒いからこれがどのぐらい長持ちするのかやってみましょう。コンクリートの家だったらこれ1個で5畳の部屋まで温まるらしい。で、木造の部屋だったら4畳まで。で、この小屋が3畳ぐらいだから、多分これ1個で超温まるのよ。小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。後ろがさ、カセットコンロみたいにここに入れるだけ。で、ね、言われてるのがこの岩谷のガスを使うと2時間半持つらしいの。でもこれ岩谷のガスが1本250円ぐらいするから、1本100円ぐらいのドンキのやつ、これでどのぐらい持つのか、そしてどのぐらいあったかいのかやってみましょう。はい、はい、例の締めので、鍋とかやるときのカセットコンロと同じよ。これでもうこれでついちゃう。ほら、こう分かる？青いのついてるでしょ。で、1分半ぐらいで赤くなってくるっていう。今1時13分。2時間半岩谷で持つってことは、これで2時間半持つとしたら3時45分ぐらい、うん、3時43分まで持てばすごいってことだよね。あ、あったかい。もうここ暑いでしょ、うん、ここ暑い、まだ暑い、離れるよ、映ってるこれ、はい、あ、ここでもあったかさ感じる、まだ、うん、あったかいな。あ、ここで全然あったかさ感じる。あ、これテントの中にもしあったらもう超あったかいよ。これで温まりながら、ちょっと今日は小屋の内装をね、やり残してるところ、こことか断熱材入れてベニヤを貼っていきましょう。災害時もいいね。そう、災害が来るときね、あるからね。じゃあちょっと作業やっていきます。はい、はい、はい、今日も私だよ、ナレーターやっていくね。板を張っているパパです。暑そうだね。何してんのかな、板張ってんのか。ここでつなぎを脱ぎます。反対側もやってますね。一瞬私が映りました。こうやってやって、よいしょよいしょってやってますね。よいしょ。はい、ということでデカダンを入れ始めて、今13時54分だから45分ぐらいで、まあ作業してたっていうのもあるんですけど、この3畳ぐらいの小屋、木造の小屋、これつけてたらもう暑くて中にいらんないぐらいになっちゃってるから、こう開けております、ここね。はい、ということで小屋の作業するのにこれあると便利だなと思ったんですけど、ほらもう汗かいちゃって暑すぎるんで、ただ今度はあのガスがどのぐらい持つかを知りたいんで、ちょっと外に出しときましょうかね。で、止めるのはなしで、2時間半以上本当に持つのか、ガスが。それをちょっと検証してみましょう。ありがとう、置いといてください。今ね、距離だけ取んなきゃいけないからごめんなさい。なんか見ます？でも全然綺麗になってないですよ、まだ。大根ありがとうございます。どうです、あれ、塗装屋？塗装屋じゃないですよ。違うでしょ、はい、なんで商売道具が、あ、違う、この小屋を塗るのに、あ、すげえ数使ったから、いろいろ作ってる、ね、はい、もうちょっと経ったら止まるんで。ありがとうございます、大根。ありがとうございます。これ何にしたらいいですか、何にしたら大根いいですかね。全然聞いてないみたいだ、行っちゃった、どこ行っちゃうんだろう。今度車見に行ったのか、大根のこと聞きたかったな。
どうです車。これツヤ消しようと。はい、スプレーで。そうです、スプレーじゃなくて手でハケ。ツヤのあるのじゃないんだ。ツヤのあるやつがないんですよ、塗料が。自分でやるには。確かこの前これここでこれやってたから。やりました。ツヤ消ししかなくて。どんな商売してるのかな。僕ですか。仕事？商売。商売？お笑い芸人です。え？お笑い芸人。あ何の反応もない。俺昔はこれやってたから、はい、え、塗装屋さんだったんですか。塗装屋。へえ、もっと俺の仕事でリアクションあるかと思ったらないですねねえ、お笑い芸人ですよ俺、全然興味ないんだな。大根ありがとうございます。いや十分ですよ、ありがとうございます。いつも1時間15分経ちましたけれども、まだまだ燃えてる。うん、でも外に置いといてもあったかいね。外だとこの距離40センチぐらいでもあったかさ感じ。すごいなこれ。よいしょよいしょがまた始まりました。またナレーターです。ここを取り外してここに移動してまたよいしょよいしょが始まります。よいしょよいしょ。パパの運命はどうなるのでしょう。パパの運命は、パパの運命、よいしょパパの海、よいしょパパの海、パパの海。今3時30分なんだから、なんだからね、だから、2時間15分経ったけどまだついてるよ。すごい。これ外置いといてもここにいてあったかいね。どうですかその距離は。ここ背中あったかいよ。あったかい、うん、いやこれだからすげえ便利だよね。ここのウッドデッキにも持ってこれるし、じゃあ中にも持ってくる。ちょっと待って、久しぶりに本当のキャンパーじゃない。え、いいよ、歌っていいよ。新しいバージョンあるの。本当のストーブだよ、うん、このストーブ用のガスじゃなくてもできるよ。だから安い方がいいんじゃないか。パパはこれを、うん、使って小屋に入れたら熱々だよ。今は冬だけどダンゴムシはいたよダンゴムシいた、うん、よかったじゃん。消えそうだったら教えてね。あともうちょっとなんか作業するから。よいしょ、飛ばない。はい、ただいま3時46分なんで2時間半を過ぎましたが、まだ消える気配がないけども、すごい燃費、すごいな。ちょっと帰れない、もう帰りたいのにな。そうそう、とりあえず待ちましょう。今日やろうと思ってた小屋の天井の断熱材へ終わりました。はい。次回はこの間ね、ここをずっと、こうやって、断熱材入れて、その後は上にね、ライト、照明、DIY ですね。はーい。さあ、帰りたいんだけど、デカダンが、まだついてんのよ、この子。ちょっと、パワーありすぎない？まだついておりますが、とうとう終わりそうです。今、時間は4時2分ということは、2時間45分。この奥のほら、種火がトロトロになってきてる。もうちょっとで終わっちゃうね。終わっちゃう。終わる。あ、消えた。うわー、消えました。ということで16時3分なんで2時間48分持った。ちょっと裏にしてみよう。だから正規品使うよりも安い、ドンキの安いやつの方が持つってことだ。空でしょ。あ、空空空空空空空
すごい。岩谷のデカダンがすごいのか、この情熱価格ドンキーのガス感がすごいのか、わかんないけど、とにかくあったかかった。基本的にはこの製品は岩谷のカセットガスをご使用くださいということなんで、個人の責任でお願いします。3畳ぐらいの小屋の中だったら冬場でもこれで十分温まります。はい、ということで、ぜひ皆さん使ってみてください。